はいどうもヘアレスです。どうもカイノリスです。今日なんですけども、エアジョーダンとユニオンとのコラボの新しい話が出てきているのと、その他にオフホワイトとナイキのコラボもね、新たなコラボということで出てきているということと、あとですね、今日朝からスニーカーズの方でね、我々エアジョーダン4のミッドナイトネイビーなんですけども、こちらの方チャレンジしましたので、結果の方をねお伝えできたらなと思うんですけども、果たして僕らが書いてるのかどうか、そんなお話ができたらなと思います。このチャンネルではスニーカー、ファッションに関するリーク情報や最新のニュース情報を動画でお伝えしているチャンネルとなっております。チャンネル登録のお済みでない方はこの機会にチャンネル登録のよろしくお願いいたします。はい、我々ツイッターとインスタグラムもやっていますので、概要欄の方にリンクのがありますので、気になる方はフォローの方よろしくお願いいたします。はい、久しぶりにオープニングからの登場という今日はね、出だしから言うんですけども、昨日の動画ではね、途中から参加してたんですけど、そうなんですよね、なんか出だし僕斜めでそうなんですよ、最終的にそこに戻るっていう設定なんですけど、ああそうなんですね。まあ昨日のね、動画見られてない方はまずオープニングだけでもチェックしていただきたいなと思いますので、はい。じゃあ早速なんですけども、ネックフェイスとナイキ SB ダンクローのコラボ続報が出てきてるんですよね。はい。これね、US のスニーカーズの話になるんですけど、急遽こういった形でジャストドロップドっていう風に発売来てまして、まあいわゆるゲリラ発売ですよね。はい。これ一応ね、日本の方では11月3日発売予定なんですよね。このネックフェイスとナイキ SB ダンクローのコラボなんですけど、アメリカの方で急遽スニーカーズもね、発売されまして、まあ、こんな形でね、ストック数も出てきてるんですよ、ね。おー、なるほど。はい。で、これ US のスニーカーズのみで、売られたストック数が出てきてるんですけど、はい、結構多くて、約ね、45,000足なんですよね、これ。結構多い。結構多いっすよね。はい。まあ、日本のね、スニーカーズの方で発売情報来てるんですけど、こんなたくさん売られるかどうかっていうのは、まあ、多分話は違うと思うんですけど、そうですね。はい。まあ、結構数が多かったんで、まあ、日本のね、スニーカーズの方でもこれぐらい多かったらいいなと思うんですけどね。そうですね。はい。まあ、以前からずっと言ってるんですけど、僕らはナイキ SB ダンクローに関しては、スニーカーズとナイキアプリので一回も買えたことないんですよね。そう。あと SB 系のね、ショップでも買えたことないですよね。買えたことないんですよね。はい。まあ、ちなみに、日本の SB 系のショップでも、もうちらほらと抽選の方は始まってるんですよね。まあ、こちらの方ね、11月3日に僕は同じようにしようかなと思ってるんですけど。はい。で、続いてなんですけども、ナイキダンクローのアクティブグシアですね。そうなんです。これ以前紹介させてもらった、ナイキダンクローのツートンカラーブロッキングで、ホワイトとピンクのものを紹介させてもらったんですけど、これウィメンズじゃないかって言ってたんですけど、ナイキのほら公式写真が出てきまして、海外のスニーカー系サイトに書いてたんですけど、これね、今出てきてるスタイルコードを見ると、GS と PS なんですよね、これね。あ、そうなんですね。今のところメンズのサイズの展開なさそうなんですけど、今見てもらってるこれ公式写真っていうのが一応 GS と PS なんで、ウィメンズでも展開があるっていう風に海外のスニーカーでさん一部書いてたんですけど、出てきてる公式写真の方は GS と PS になってまして、これちょっといい色だなと思ったんで、もし僕のね、サイズの方が、まあ、ウィメンズの展開があって、ありそうであればですね、ちょっと狙おうかなと思ってたんですけど、出てきてる公式写真のついてるスタイルコードを見ると、一応 GS と PS なんですよね。まあ現段階では小さいサイズといいますかばっかりしか出てきてないということですね。はい。でこれがですね、一応2023年の春号じゃないかって言われてるんですけど、まだこれについてもね、また続報といいますか、ウィメンズでのナイキの方からこういう写真であったりとか出てきたらですね、またこちらのブログがさせてもらいたいなと思うんですけども。はい。で続いてなんですけど、ナイキダンクローのネクストネイチャーですか。そうなんですよ。これがグレーのカラーとホワイトのカラーで構成されてるナイキダンクローのネクストネイチャーなんです。ですけど、でスッシュはこれオレンジになってるんですよね。でもらってるのはこれね、キッズサイズじゃないかって言われてるんですよね。あ、そうなんですか。ただ結構いい色だったんでちょっと紹介させてもらったんですけども、はい、これね、シューターの部分よーく見てもらうと全部これメッシュになってるんですよね。はい。で、まあ、ネクストネイチャーということなんで、インソールの部分見てもらうと、風車のマークになってるんですよ。はい。で、アウトソールの、この、つぶつぶのようなものが見えると思うんですけど、まあ、これネクストネイチャーということなんで、まあ、グラインドラバーといいますか、再利用されている、まあ、アウトソールが使われてまして、まあ、こういった形で、まあ、いろんな角度が撮ってる写真が出てきまして、よく見るとね、これ、ホワイトレザーの部分は、タンブレザーが使われてるんですよね。はいはい。はい。まあ、いいストックだなと思ったんで、ご紹介させてもらったんですけど、今のところこの模様サイズの展開じゃないかということで紹介されたんですけど、まあ、ぜひともメンズの方にも出てほしいなと思ったんで、ご紹介させてもらったんですけど。そうですね。はい。はい。で、続いてなんですけども、これかなり僕、そうなんですよ。これ欲しいっすよね、これね。いうことになってるんですけども。ナイキダンクローのリバースブラジル、ね、そうなんですよ、はい、こっちの方がね2023年に発売されるんじゃないかということで、はい、また持ってらっしゃる方の投稿で本当ねいろんな角度から撮ってる写真が出てきてたんで、うん、ちょっと見てもらいたいんですけど、まあ、以前にね1枚だけ写真が出てきてて、2023年にナイキダンクローのブラジルの、まあ、反転のねカラーバージョンが出るんじゃないかとさせてもらってたんですけど、こういった形でリバースブラジルって言われるナイキダンクローで、まあ、いろんな角度から撮ってる写真ができてるんですけど、これ一線をねこれねそうですね、はい、僕はブラジル自体はね持ってるんですけど、なのでちょっとまあそういうね反転バージョンというかリバースブラジルということで、これもねいい色だなと思いましたね。買って並べたいですけどもね。で最近で言うとナイキダンクローのセントジョーンズであったりとか、ナイキダンクローのケンタッキーであったりとか、割とね2020年あたりに発売されたナイキダンクローのカラーっていうものがグラスカラーで発売されてるんですけど、まあそれについてじゃないですけど、まあブラジルの方がねこういったリバースブラジルということで来年発売されるんじゃないかということで持ってらっしゃる方の投稿があったんですけど、これ本当欲しいそうですねこれね。これはねちょっと出たらね全力で狙いたいなと。まあなんか来年ね早々なのか前半なのかちょっとわかんないですけど、まだこの辺ね情報が分かり次第ですねこちらご紹介したいなと思うんですけど。そうですね。はい。で続いてなんですけども、フライストリートウェアとナイキ SB ダンクローのコラボで、これもなかなか面白い。そうなんですよ。はい。こちらの方が2023年の春頃に発売されるんじゃないかということで、昨日これ紹介させてもらってるんですけど、より分かりやすいね持ってらっしゃる方の投稿が出てきてたんで、ちょっとご紹介させてもらいたいんですけど、まあカラーの方がブルーとグレーのカラーで構成されてまして、ちょっと見てもらいたいんですけど、アッパーのブルーのレザーっていうのはちょっと毛足の長めのスウェード素材なんですよね。そうですね。はい。でね、これ昨日の動画ではブルーとグレーのカラーで構成されるとさせてもらってたんですけど、いくつか写真を見てみると、これトゥーボックスの部分だけホワイトのカラーに見えるんですよ。まあちょっと光の当たり具合もあるのかなとするんですけど、ちょっと明るめのカラーに塗るですよね。はい。で、トゥーボックスの部分のレザーだけタンブルで、サイドパネルの部分のグレーのレザーっていうのがこれスムースに出るんですよね。そうですね。はい。で、面白いのが、まあ昨日はさせてもらってるんですけど、スウッシュが、まあ刺繍のね、デザインを、ものがいくつか集まって、スウッシュのデザインを構成してるっていう感じでさせてもらってたんですけど、はい。これね、羽をイメージしてるっていうふうに海外のツイッターで書いてましたね。そういうことなんですね。はい。一つ一つ羽を、刺繍のようなものでデザインして、こうくっつけてるような感じっていう風に書いてたんですけど、で、かかとの部分ちょっと見てもらえないんですけど、その羽をまとめてる小さいデザインが落とし込まれてる、ワンポイントになってるようなものがあると思うんですけど。留め金みたいなのがありますね。そうなんです。で、これね、スウッシュの、この大きなスウッシュの先の、ここ付近見てもらうと、これナイキって書いてる横の部分に、シルバーの、金具のようなものでパチッと留められてるんですよ。あ、ついてますね。そうなんですよ。はい。で、上から見てもらいたいんですけど、終端の部分がブルーの単独で、片方は、まあ、フライストリートウェアの、名前のね、デザインが入ってまして、で、もう片方はナイキ SB ダンクで書いてるんですけど。はい。はい。面白い一足ですけどね、これね。そうですね。ハッシュレースがちょっと縄状のものになってるんですよね、これね。そうなんですよね。はい。まあこちらの方が来年に発売されるんじゃないかということで、まあ、持ってらっしゃる方は僕は増えてきているんで、またこれについてもですね、情報が出次第で、こちらご紹介したいなと思うんですけど。ちなみに、このかかとの、グリーンの部分なんですけど、スエードで。あ、そうですね。ちょっと毛足の長いスエードで、ナイキって書いてるんですけど。そうですね。はい。こちらもね、詳細分かりましたら、まだ動画の中でお伝えできたらなと思います。はい。で、続いてなんですけども、ナイキエアマックス97のテディベアが出てきたんですね。はい。ちょっとね、これ見てもらえないんですけど、以前ナイキの方から公式写真ができてまして、今年中に発売されるんじゃないかって言われているナイキダンクローでテディベアっていうものがあったんですよね。はい。はい。スウェードの素材が使われてまして、ブラウンとベージュのカラーで構成されてまして、で、スウッシュのちょっとね、ナイキって書いてるレザーの単独がついてまして、で、インソールにテディベアのね、デザインが入ってるんですよね、これね。はい。で、まあ、かかとの部分に、このナイキダンクローなんですけど、されているようなテディベアのデザインも入ってるんですけど、これをね、そのままね、エアマックス97に落とし込んだようなもので、今年後半に発売されるということで、ナイキの方の公式写真が出てきたんですけど、これなんですよ。はい。まあ、本当に先ほど紹介したナイキダンクローのデザインを、そのまま使ってるじゃないですけど、はい。まあ、これアッパーの部分とか、よく見ると、スウェードとスムースレザーが使われてまして、まあ、ベージュのカラーとブラウンのカラーで、ちょっとグラデーションの感じになってるんですよね、これね。そうですね。はい。で、ナイキダンクローのテディベアに見られたような、まあ、終端と同じデザインと言います。コットンツール素材が使われているブラウンの生地で、これまたエアマックス97もそういったデザインになってるんですよね。はい。で、まあ、ナイキダンクロー同様ですね、サイドパネルの付近に、このエアマックス97っていうのは、ナイキって書いてるレザーの単体がついてまして、うん、で、インソールにナイキダンクのテディベア同様ですね、またテディベアの、ね、デザインが入ってるんですよね、これね。なるほど。はい、これが、今年の後半に発売されるんじゃないかということで出てきてたんですけど、ナイキダンクのテディベアに関しては、ね、まだ日程出てきてないんですよね、これね。まあ、おそらく今年中、まあ、冬っぽい感じなんで、おそらく今年中に発売されると思うんですけど、まあそういったなんか、追加でこのテディベアシリーズで AMAX97 が出てきてたんで、ちょっとご紹介させてもらったんですけども。はい。はい、これね、ダンクの方なんですけども、はい、くるぶしの下側の内側の部分になるんですけども、ね、はい、まあ実は片押しで、テディベアのデザインがね、ダンクの方が施されてるんですけども、これちょっとね、写真の方を見たところ、どうも、こちらのエアマックスの方にはそういったデザインはなさそうかなっていう感じですね。ひょっとしたらまだ写真的にはね、綺麗に映り込んでないだけでどっかにあるかもしれないですけども。あれじゃないですかね、この片押しで入れるスペースがないんじゃないですかね、これね。ないですね。デザイン的にね。そうですね。そうなんですよ。はい。まあそのあたりもね、後々判明しました。また動画の方でお伝えできたらなと思います。続いてなんですけども、オフホワイトとナイキエアテラフォーマのコラボなんですけども、こちらの情報が出てきてるんですね。そうなんですよ。これ初めて見たんですけど、はい、今のところね、2022年から2023年で書いてたんですけど、まあ、2022年中に出さやすそうな気がするんですけど、うん、はい、持ってらっしゃる方の投稿で、これ初めて見たオフホワイトとナイキのコラボの新作で、はい、まあ、以前発売された、オフホワイトとエアフォースのコラボをちょっと抱負させるようなデザインになってるんですけど、エアテラフォーマということで、うん、ホワイトのカラーを基調にしてるモデル出てきてるんですけど、時にやっぱりこの間発売されたエアフォースミッドとオフホワイトのコラボの、うん、まあ、なんですかね、アウトソールに見られたスパイクがそのまま使われてるんですよね。そうなんですよね。はい。で、シューターの部分ちょっと見てもらいたいんですけど、これブラックのジップになってるんですよ。そうなんですよね。はい。で、むちゃくちゃ長いブルーのデザインのシューターがついてまして、よーく見ると、これ、オフホワイトのオフっていう文字が崩れた感じでデザインが入ってるんですよね、これ。はい。で、面白いのが、これサイドソールの部分見てもらいたいんですけど、いろんなカラフルなカラーがこう混ざってるような感じのデザインになってまして、うん、でよく見ると、ナイキやインナースペースっていう風に文字があるんですよね。はい。って書かれてるんですよ。うん、はい。で、ちょっとね、これアウトソール見てもらいたいんですけど、このアウトソールのスパイクの部分にも文字が書いてまして、うん、片方は、トレッドって書いてるんですよね。はい、もう片方はライトリーって書いてるんですけど、うん、まあ、トレッドっていうのは足踏みって意味があるんですけど、うん、まあ、軽やかな足踏みっていうのはわかんないですけど、うん、まあ、そういったテキストが左右に施されてるんですよね。なるほど。はい。持ってらっしゃる方のところでこういった、ボックスを映してくれてるんですけど、うん、これ初めて見ましたね。そうですね。そうなんですよ。はい。で、これ見たときに、この間ね、ナイキの公式写真が出てきて、まだ発売されてない、うん、エアフォースワンミットとオフホワイトのコラボのオールレザーで、オールグリーンのこのタイプなんですけど、これもまだ発売上出てきてないんですよね。うんうん、はい。2022年っていうふうに言われてるんですけど、まだ発売上が出てきてない中、2022年の後半か2023年発売されるんじゃないかって言われてる、このオフホワイトと、ナイキエアテラフォーマの方が出てきてまして、うん、おそらくなんですけど、これ、絶対別からありますね、これね。また出てくると思うんですけどね。はい。はい。まあ、またこのあたり詳細が分かりましたら、動画でお伝えできたらなと思いますので、気になる方はチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。はい、続いてなんですけども、ここからはジョーダンシリーズが続くんですか？あ、そうですね。はい。まず一つ目なんですけども、エアジョーダン1ハイズームコンフォート2に入るんですけども、ユニバーシティブルーですね。そうなんですよ。こちらの方はですね、来年の1月に発売されるんじゃないかということで、持ってらっしゃる方の投稿があったんですけど、僕らがずっと買ってない、ズームコンフォートシリーズありますよね。それのね、はい、まあ進化版といいますか、続編で2っていう名前がついているもので、UNC のカラーのモデルが出てきてるんですけど、ちょっとね、見てもらいたいんです。ですけど、まあ、スエードの素材とスムースの素材と、まあ、一部メッシュが使われているんですけど、うん、まあこれ UNC カラーということなんで、アイスブルーのカラーとパウダーブルーのカラーとホワイトのカラーで構成されてるんですけど、うん、面白いのが、まずこれ、シューターの部分が目の粗いメッシュになってるんですよね、これね。なんかね、ところどころパンチングが効いてますよね、はい、このそうなんですよ。はい。で、単角の部分に、ズームエアって書いてるんですけど、はい、エアズームコンフォートに見られるようなシューターの及び履き口のあたりが切りっぱなしのデザイン、これなってないんですよね、これね。そうなんですね。ちゃんと塗ってあるんですよね、これね。そうなんですね。はい。ウレタンが出てきてないんですよね、これね。ズームコンフォートシリーズに見られるようなアウトソールの部分、ちょっと見てもらいたいんですけど、このエアズームコンフォート2に関しても、ズームコンフォートに見られたような、まあ一部縁寄りされてまして、カラーが変わってるデザインになってるんですけど、アウトソールの部分ちょっとよく見てもらうと、フォーミュラ23って書いてるんですよね。書いてますね。はい、フォーミュラ23って書いてまして、各ズームエアっていっぱい書いてるデザインになってるんですけど、うんうん、ちょっとくぼみがあると思うんですけど、はい、これがね、このズームコンフォート2に使われてる新しい、まあ、クッションということで紹介されたんですけどね。この内側と外側とで色が違っているツートンカラーなんですけども、はい、これはズーム工法とかずっと引き継いでるカラーリングというか、はい、デザインですよね。あと、まあちょっと気になったのは先ほどのパンチングのような穴がね、使われてるということを言ってたんですけども、はい、スニーカーの内側部分をちょっと見てみると、はい、まあくるぶしのあたりだったりとか、ところどころね、パンチングで穴開きになってるんですよね。はい、これ多分ね、通気よくするためじゃないですかね。あ、そういうことなんですね。と思うんですけど。はい。はい。まあ前作と違いといえば、まあこのウレタンが剥き出しとかになってなんですけど。まあ綺麗にまとまった感じがしますよね。そうなんですね。はい。で続いてなんですけども、エアジョーダン1廃用時のホワイトセメント続報が出てきてるんですか？そうなんですよ。こちらの方が以前から2023年の3月に発売するんじゃないかとさせてもらってたんですけど、はい、ちなみにエアジョーダン1廃用時のホワイトセメントっていうのは、エアジョーダン3っていうのが来年、2023年は35周年なんですよね。そうなんですよね。はい。で、いろんなエアジョーダン3のモデルが出るんじゃないかって言われてる中、エアジョーダン3の過去のモデルを使って、他のジョーダンのシリーズに落とし込んだものが発売されるんじゃないかっていう話をやらせてもらってまして、うん、で、このね、ホワイトセメントっていうのも、まあ、エアジョーダン1廃用時、通称でエレファントっていう名前もついてるんですけど、うん、僕ガードとかやらせてもらってる中、以前持ってらっしゃる方の投稿があって、ちょっとそれ分かりにくかったんですけど、今回の写真っていうのは、シューレースブラックのものを通してまして、いろんな角度が撮ってる写真が出てきてたんで、ちょっとまた見てもらいたいんですけど、これ欲しいですね、これね。これ面白いデザインですよね。そうなんですよ。はい。まあ、アッパーのあたりであったりとか、まあ、このエレファント柄が使われてまして、まあ、このウィングローもね、エレファント柄の上にブラックでデザインが施されてるんですけど、けばけばしくなくて僕結構好きですけどね、これね。まあね、はい、ブラックスタイルに結構合うかなという気もしますけどもね。はい。まあ、これがね、2023年の3月に発売されるんじゃないかと出てきてたんで、おそらくこれ発売されたら、オンラインチャレンジすると思うんですけども。はい。はい、毎年ね、エアジョーダン3だったりとか、エアジョーダン7だったりとかって、そのね、35周年、30周年みたいな形で、はい、記念モデル出てきたりするんですけども、はい、あんまりそのモデル自体に人気がないときは、エアジョーダン1にそのデザイン持ってきたりとかっていうパターンが結構多いですよね。はい。続いてなんですけども、ユニオンと、エアジョーダン 1KO ローですか？そうなんですよ。こちらの方がね、モック画像になるんですけど、うん、ユニオンとジョーダンブランドの新たなコラボで、うん、こういった風に来年の春あたりに発売されるんじゃないかっていう情報とともに、モック画像が出てきているんですけど、ホワイトのカラーで AJKO のローのユニオンとのコラボの僕画像が出てきてるんですけど、これがね、次発売されるんじゃないかっていうのが出てきてました、ね。おー、そうなんですね。以前ね、ユニオンとジョーダンブランドのコラボの新作が次、エアジョーダン1ローの OG になるんじゃないかっていう話だったんですけど、うん、エアジョーダン1ローの OG じゃなくて、AJKO のローなんですよね、これ。AJKO ということなんで、ちゃんとこの僕画像でも、まあ、コットンキャンバスが使われてるんだなっていうのが分かるようなデザインになっているんですけど。そうですね。で、まあ、ユニオンとジョーダンブランドであったりとか、ナイキのコラボに見られるような、まあ、この、なんですかね、ユニオンのゴールドのカラーがランタグのようなものについてるんですけど、うん、はあ、まあ、ちょっとこういったシンプルなモック画像が出てきまして、来年早々にね、発売されるんじゃないかということでモック画像が出てきたんですけど、うん、おそらくなんですけど、これ以外にもう一足ね、別のカラーがあるんじゃないかなと思うんですけど、ローでこのカラー展開だったら3パターンぐらい出てきそうです、ね、かもしれないんですけど、はい。これ見たときにね、AJKO かってちょっと思いましたね。まあ確かにね。エアジョーダンワーローの OG で来るんじゃないかっていう情報が前出てきてたんですよ。ありましたね。はい。そっちじゃなくてこっちかっていうふうにちょっとなったんですけど。はい。まだこれに関してはね、実物の動画がないんで、どういったデザインになるかわかんないんですけど、これ作ってる、僕が今回作ってらっしゃる方も、この通りになるかどうかわかんないという書いてたんで。はい。はい。出てきてる情報をもとに、まあ作られた僕画像になるんですけど。はい。まあどんなデザインにね、最終的になのかすごく楽しみなので、また情報出てきましたら、ね、動画でお伝えできたらなと思います。でね、ちょっとこれ何やるんですけど、うん、2019年にサンプルで作られたこういった一足が出てきてまして、はい、エアジョーダン1ハイ OG のサテン、シャッタードバックボードっていうものが出てきまして、はい、シャダバのね、カラーで、これ全部サテンになってるんですよね。いいですね。で、これ一足しか存在しないんじゃないかっていうふうに、この今見せてらっしゃる方の、これインスタグラム投稿があったんですけど、うん、コメントまで書いてたんですけど、まあ、2019年に作られたサンプルで、まあ、売られてないモデルになるんですけど、こういったものが存在したということで紹介されたんですけどね。うん、はい。シャッターとバックボードに関してはね、僕一つは持ってないんですよね。あ、そうなんですよ。僕も持ってないんですよね。そういったこういったサンプルが存在するということで出てきてたんで、ちょっとね、これができな感じでご紹介させてもらったんですけど。これ発売してほしいですね。はい。はい。はい、続いてなんですけども、今日朝からね、そうなんですよ。スニーカーズの方で、はい、エアジョーダン4のミッドナイトネイビーの発売があったということで、でね、まあ、中でもね、はい、いろいろと申し込みはしてたんですけども、まあ、朝スニーカーズの9時からね、はい、チャレンジもしたということで、我々の結果の方、そうなんですよ。お伝えできたらなということなんですけども、はい。まあ、まずね、アトモスさんの方は、落ちたんですよ。うん、そうなんですよ。僕もね、朝ログインしてね、見たんですけど、あずこさんをしてたと。そうなんですよ。で、気持ちを切り替えてですね、朝9時から、まあこういった形で、エアジョーダン4のミッドナイトネイビーの方をオンラインチャレンジしたんですけど、これね、結果出るの早かったんですよね。早かったですね。最近ね、僕、スニーカーズの方で、気になるエアジョーダン4が連続で買えているんで、今回買えるかなと思ってたんですけど、僕の結果なんですけど、9時4分に出てきてたんですけど、買えなかったんですよね、これ。買えなかったんですよ。めっちゃ早かったんですよ。9時4分ぐらいに、サイズ選び直してくださいじゃないですけど、売り切れっていうのが出てきまして、で、その後すぐにね、またね、金額表示のままだったんで、完売ってなってなかったんで、すぐにまた選んだら、また自分の 27.5 選べたんですけど、でも結局それでも買えなかったですね。そうですね。はい。で、9時8分ぐらいに、こういった感じで、値段のね、表記の方が完売っていう風に切り替わってたんですけど、結果なんだ。その後10時頃に、一応リストックは消えたんですけど、それも拾えなかったですね。あ、そうだったんですね。買えるかなと思ってたんで、結構ショックやったんですよね、これ。なるほど。はい。どうでした？ドラムロールの方行きましょうか。ちょっと音は盛大にやってください。わかりました。はい。じゃあ久しぶりにドラムロールの。はい。はい。なってます。はい。だから演歌がそうなんですけども、今日は動画付きです。はい。撮ってみると。おめでとうございます。ありがとうございます。動画なんですね、これね。動画なんです。はい。久しぶりにね、ゴッテン画像見た気もしますけどね。結構早めに来たと思うんですけどね。そうなんです。フィアレスから LINE で、このゴッテンの動画来た時、9時5分ぐらいにはもう来てたと思うんで。そうなんです。で、僕が買えなかった結果の出てた時間っていうのは、だいたい9時4分か5分ぐらいだったんで、かなり早い段階で、いつも結構長いじゃないですか。そうですね。そうなんですよ。なんですけど、このエアジョーダン4のミッドナイトネイビーに関しては、結構結果出るの早かったなと思ったんですよ。そうなんですよ。エアジョーダン4ってね、あんまり最近ね、買えないってこともなかったんで。あ、そうなんですよ、ね。そこそこ買えてたんで、まあ僕結構余裕ぶっこいてたんですよね。はい、まあ抽選はね、いろいろ申し込みはしてたんですけども、はい、実はね、申し込んだところがアトモスさんと、はい、ABC マートさんと、はい、SNS、スニーカーズのスタッフの方と、あとユニオンと4カ所申し込みしてたんですけども、実はね、現時点でスニーカーズのスタッフ以外全部落ちましたと。結果出てないんですよね。そうなんですよね。スニーカーズのスタッフの方はまだ実は結果が出てきてないんですけども、まあそれが全部落ちましたということで、まあ奇跡的に逆にスニーカーズの方で買えたかなという感じで。エアジョーダン4に関しては、スニーカーズの方で買えなくて、小売さんの方の抽選で買えること結構多かったんですよね、最近。そうなんですよね。はい。確かミリタリーフラッグとかもそうだったと思うんですけど、まあ久しぶりにね、スニーカーズに変えたということで。はい。おめでとうございます。ありがとうございます。まあ昨日のね、動画でもやってたんですけども、まあ世界中で発売される数っていうのは結構多いんじゃないかと、事前情報があったんで、結構余裕をぶっこいてたんですけども。僕もね、買えるだろうと思ってました。そうなんです。買えなかったんで、えってなったんですよ。でね、まあちょっと気になったんで、二次流通の方でどのくらいの数出てんのかなと思って数見てたんですけど、そんなにね、数出てきてないんで、ひょっとしたら、日本国内での発売数っていうのは少なかったかもしれないですね。まあすぐにね、結果が出たというところを見ても、完売期があるのも早かった話なので、まあ数も少なかったのかなという気がちょっとしますけどもね。はい。もともとリークで、これ全世界で20万足ぐらいあるんじゃないかって話だったんですよ。はい。昨日の動画でもね、ちょっとやらせていただいてたんですけども。で、本日、まあ、これ EU のスニーカーズの方でも発売されてるんですけど、EU のスニーカーズの方で、このエアジョーダン4のミッドナイトネイビーの発売されたストック数っていうのが出てきまして、ちょっとね、見てもらいたいんですけど、42,000 足出てきてるんですよ。はい。ただね、これちょっと打ち上げが書いてあったんですけど、この EU のスニーカーで売られた、このストック数っていうのは、3万足がメンズで、それ以外は、GS であったりとか、メンズサイズじゃないストックも含まれてるんですよ。あ、そういうことですね。なんで、3万足だけメンズのサイズで、あとの 12,000 足っていうのは、まあ、小さいサイズの、ストック数になるんですけど、はい。まあ、メンズのサイズで言うと、EU のスニーカーズの方では、このエアジョーダン4のミッドナイトネイビーに関しては、3万足ぐらいだったっていうことなんですけどね。まあ、そんなに多くなかったかなって思うんですよね、これね。はい。そんなに多くなかった中、さらに情報も出てきてるんですよね。あ、そうなんですよ。はい。こちらね、今回ストック数を言ってたリーグアカウントサイトも言ってたんですけど、ナイキがまだこれストック数いくつか持ってるんで、うちにまたね、リストックがあるって言ってたんですよね。今回の発売で全部吐き出せないっていうことなんですかね。だからね、再入荷が見込めるっていう風に書いてたんで、慌てて、なんていうんですか、二流通でまだ買うの待った方がいい的な言葉で言ってたんですよね。あ、そういうことなんですね。ただこれヨーロッパの話なんで、日本の話が同じことになるかって言われたら、そうじゃないと思うんですけど。でもまあ日本の方も結構ね、完売期があるの早かったんで、数結構少なかったのかなと思うんですけど、ね。まあ20万遊ぶとはちょっと思えない感じがしますよね。買えるかなと思ってた僕買えなかったですからね。そうなんですよね。僕まあたまたまというか今のところ連続で変えてたんで、ちょっと二次ルーツどうしようかなってなってるんですけど、そうそうで二次ルーツの方見てたら意外とね、そうなんですよ。エアジョーダン法って出だし長がそんなねいきなり値段上がってることないんで、そのうち買おうかなってなるパターンが結構多かったんですけど、最近なんかエアジョーダン法も人気があるのかすぐにね値段が上がっちゃうような形になっちゃいましたね。僕も値段で大体夕方見た時にプラス1万ぐらいだったんで、もうちょっと諦めようかなっていう感じなんですけど。なんか、リストアップ情報ないかなって感じですよね。そうなんですよね。はい。まあ、エアジョーダン4といえば来月ね、アマバニエルとエアジョーダン4のコラボが、まあ、6日間だけちょっと延期になったんですけど、11月23日に発売されるんじゃないかってあるんで、欲しいですね。それちょっとね、変えたらいいなと思うんですけど、まあでもミッドナイトネイビー毎回欲しかったんで、変えるかなと思ってたんですけど、僕は変えなかったんですよ。僕は無事買いました。そうなんですよ。はい。これ届くの楽しみですね、これ。そうですね。また届きましたら、こちらで紹介できたらなと思いますので、気になる方はチャンネル登録のよろしくお願いいたします。お願いします。はい、それでは本日は以上となります。ケアレスでした。カイノリスでした。さよなら。I'm sorry, but it's evident. You're on your phone 24/7. No reply when I text at 11:10. And I swear you only tell me what I wanna hear. The real thoughts buried deep beneath the love and fears. I'm in a muddle, lost inside a puzzle here. Honestly, right now I don't really see no love in here. But I saw something in you, something in us. But I can't see a future without the trust. So I'm reminiscing visions I had. Our parkers can't listen, but finish.